作目来たー、来たよー。3話ある？3話どう見てもねえな。カセットの色でわかる。88年。あと深緑と黒と白しかねえ。三平よくやってたな。三平。おい。なんだろう。なんかね、なんかいいんだよね。なんか、イースのあの村からポッて始まる感じが、なんかすごくいいんだよ、この曲と相まって。なんか、ほっとするわ。なんだろうね。スーファミハンやってたな。あれか。ちょっとバタくせえ。なんか海外の人が書いたのか、書いたのかなっていうドットのやつね。イース3は街の中の背景のスクロールが早いのが何なのかよくわかんないぐらいしか。記憶にない。あとは曲がちょっと良かったかなって感じだね。一部の曲がちょっといい。今度やるよ。今日もう時間がないから。今日でもこれ23分あるけど、もうその前に終わるよ。申し訳ないけど。終わり？これで嘘だ。なんか足りない気が、圧倒的になんか足んない気がするんだけど。なんか雲がね、中国っぽい雲がニョイニョイニョイって出たりしてもいいんじゃね。キリンの竜、キリンの竜、キリンの竜、キリンってキリンなんじゃないのあれ。キリンの飲み物のあのなんだ、キリンビールの表紙パッケージはキリンでしょあれ。キリンですね。キリンです。そのキリンです。このゲームもビクターだったんだな。後ろのやつなんだよ。あ、やだ、あんな、そんな。おう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 、何だったんだ、何だったんだ今の。所長さんに教えていただいた方法で無事パラシュート直りました。パラシュートな、本当に。あ、よかったね。ゲームウォッチね。もうあと何のソフトがあるかわかんない。白ばっか。エンド、エンド、なんで2つなんだよ。え、これ何ゲーだよ。アドベンチャーゲームじゃなかったっけこれ。天使。は？うわ。あ、あ。これはまずい。これはまずい。今日はまずい。次。おっと、この白いカセット何かと思ったら、4つあるカセット。なんと日物。水没レトフリ起動しました。はい、済むかな。水没レトフリ良かったね。あぶね。乾けば治ると思うんだけどね。ちゃんと乾かしてください。完璧に。きたー。ちょっと色が変。ちょっともっと深い色のはず。あー、でもどれもしっくりこないのはなぜ。虫とろうそく。はい、悪魔白じゃない。確かに。あー、いいねこれ。はい、その通り。ただ錆びるので、錆びることもあるので、物によってはね、そこだけ注意です。よく乾燥させてから、見えないところも乾燥するまでに。あ、ほんと、エタノールにつけるとかでもいいんだっけ。探し枠最近出てこないね。ネームエントリー曲、なんとも言えねえ魅力なんだよなこれな。超独特な、乗ってるだけにしか見えない。そうそうそう、丸洗いしてる人いるよね。このダサさがたまんない。これよく掃除機って言われたの。いやこれでもゲーセン版はちゃんとこれラスター、地面がラスタースクロールしてたからね。結構なお手前だったよ。掃除機ロボ、そうそうそう。これラジオで声優さんが探してたやつだ。なんだよそれ、ロボットのやつってやつ。もうすぐわかるよな、あんな。ファミコンの中でも結構メジャーな方でしょ。そんなゲーム他にねえし。
これも意外と遊べるよね、ファミコン版ね。日物は意外と遊べるゲームあんな。前奏が謎の。なんでだよ。ああごめん、見てなかった。コメント見ちゃった。なぜか最後の一気上げ曲が違ったりとかさ。パワーアップすると的がでかくなるってある意味斬新ですよね。まあでもスラップファイトとか結構、まあギャープラスとか、あとなんだろう。ゴモラは違うし。音頑張ってる。まあ、元々のセンスがぶっ飛んでるからさ、あった。あった。平安京エリア。さあ、あと一本。ね、本当に遊びやすい。ファミコンに移植するので一番正解。一番の正解だと。あ、タイトル画面撮ってねえし。ちょっと待てい。めちゃめちゃや。曲あーバチャコン調べるとかなりなくなってるよねとか、これ歩きづら。あ、これダメなの、ワープだ。これ何、これ取っていいの、なんか操作性があんまり、あ、操作性はこれそういうことか、その場旋回のためのあれなんだ、操作性なのね。ドライバー、その場旋回がを可能にするための操作性と。原始人が困ってる感じだな。なんでこんなに殺しまくんなきゃいけなかったんだろう。次、最後です。本日の最後。これはまだインストールしてないはずなんだけどね。さあ、ファミコンはまだまだ先が長いんで、もう、そうね、メンテナンスとインストールは別でやりますね。これからも。最初は同時にやってたけど、やっぱテンポ悪いわ。はい。スクーターね。うわ、壊せない。お、取れない。あ、取らない。曲いいわ。あ、ダメだ。おい、怖い。壊せんなきゃ。凍らせて。日物って本当に個性あるよな。持ってた。結構そこそこクラスメイトも何人か持ってたよ。2、3人は持ってたかも。あん、はい。おう、セクターゾーンはあったっか。古いっちゃ古いよ。コマさんレベルで見たことないんだったら、やっぱり出回りは少なかったのかな。俺一回は昔見た、一回ぐらい見たと思うんだよ。だから一応家庭用が出た時に、あ、異色だなと思ったんだよ。あのゲーセンのやつだなって。ダメだ。ねえ、名前、そうね。いつからだろう、でも。そんなに昔じゃないよな、セクロスって言われ出したのって。PSO の頃はまだなかったと思うんだよな。おわ、取れねえ。ニョロニョロが、ってか地面がひどい。終わってもうと。
ドットストリームみたいなこれ。以上。出た。また100本に行かなかったな。さあ、今日はこの辺で許してやるか。もういい、もういい。もういいよ。やめよう、もう。疲れたよ。イース見るか。曲を聴くか。お疲れ様でした。あ、イース1。ちょ、イース、ちょ、イース1と2どこ行った？なんかあれ？あ、あったあったあった。お疲れ。ちょ、待って、なんかイースのタイトル画面が違うんだけど。あー、固定されてない。イース8は？ 8？ 8 って何版だっけ？最近出たとは聞いたけど。これ、あ、出れんだ。何も持ってないよね、俺。まあ、こんなもん、画面端だな、随分。え、何もいないよ。あ、いたいたいた。あ、スチームなんだ。やるね。画面がジラジラする。あ、そうなんだ。ビータが最初。パソコンよりも？8は最初はビータ。すげえ。ねえ、ファルゴはそうなの？ビータもあるけど、そうなの？へえ、あれどこだっけ？ここ？絶対違う。カップルがリア充がいる。ここかな？あ、そうなの？へえ、あれ占い師さんどこにいたっけ？あ、これかな？やめてほしいよな。あ、これか。一気。ワイワイワールドもひどかったな。どれの話をしてんだよ。このゲーム？そう、当時はさ、あれが欲しいけど高くてできないからこれで我慢するみたいなやり、買い方ってすごかったじゃん。あれは削除してるんじゃなくて海外版マスター使って移植してるからって聞いた。移植が海外ってこと？え、今なんて言ってた？あ、俺2のタイトルあれ聞いてみて、タイトルフィールド聞きたいな。ここじゃないんだけどな。飛ばせた。これってすぐ出れるかな？出れる。ああ。ああ。悲しいけど、なんとなくわかる。画面端だな。敵がいないんだけど。いた。あ、だから。まあ、頑張ってるっちゃ頑張ってるけど。ね。解釈の仕方が若干だな。なるほど。あんまり利益になんねえ割には、文句ばっか言うし、もう日本語は、ないことにしよう。倒せない。へえ。この人無理だ。まあ、ごめんなさい。わかりますよ、もちろん。PC エンジン版大好きだから。全然、こいつ勝てないんだね。ああ、この画面になっちゃった。タイトル画面まで持っていくか。俺は PC エンジン版が一番最初だったから、PC エンジン版が好きなんだけど、当時は本当に PC エンジン版嫌われてて、質が高い低いとかじゃなくて、本当に、なんだろうね。なんか宗教的な嫌われ方をしてたよね。なんか、なんて言えばいいの。PC6001 番が最高だとかさ、88番が最高だみたいな。まあ、これもいいけどっていう言い方をする人がすごい少なかった。もう、PC エンジン版ダメだよ、こんなのって。そういうこと、そういうこと、そう。まさにそれです。あれ？イースのタイトルどこ行った？まあでも、だからそれでもいいんだけど、PC エンジン版もこのアレンジ版としてはいい、悪くないよねって話だったらいいんだけど、なんか悪いみたいな話をするじゃん。で初めて見た時はおーって言ったけどな。
だから、だから、マクロス7の時も、初代マクロスとあまりにもかけ離れたマクロス7は本当に嫌われてたし、ターナルの中身歌もは見ず魅力なんに、ですけど、世間の今ファンでかもら米見はれ俺ばの歌かをり聴けで。はないわって言ってんだけど、まあ見てないからだと思うんだけどな、そもそもそんなしょうもないことで嫌う理由にはならんと、そんなことで文句嫌いになるとかで一生見ないわって言うんだったらもうな、分まかさりか合えそるれことにも人ないはだ惹ろうかれね。ましたか？僕は見てない。ただ歌は、あれ、フロンティアだっけ？歌が良かったのって。でも分かり合わなきゃいけないこともないんだよね、別にね。別にもうそこは別にいいじゃんっ天てだ神けでファもミいい。ース作った人もオリジナルを最大限に移おお。植としてるしな。そうか。そうなんだね。好きだからだって移植したんでしょ？意なん見かは石、好毛並みきよだっりた関から係やっないてたか。ら移植するっフロて言ンわれティてアすさるっんのてなっルーたらツだっしいて。し。あ、そうそう、それだね。フロンティアだね。88版やったけど PC エンジン版感動したけどなるな。ほど。だけどね、当時は結構元になってるものっていうか、なんつうんだろう、マスターというか、原作を好きと言ってれば最強みたいのがあったんじゃないのかな。あ？ ついてないのか。そっか。あ、ここら辺3つもあっ角たん戸だ。宏雄三マニアの前でも PC エンジン版好きって言うと56される。オリジナル至上主義なだけかも。こそういういことつ。です。だからね。いや、もちろん僕は、フロ後ンにティね、アはパソ大コン、作そのオリ品ジだナけルのどやつ売っをて聞いのた違と和き感に、あったな。やっぱす嫌いげじゃえいいないけなとど、思ったんだオリけジナル移ど、植って感じなのかな。そういうことです。結局移植は偽物みたいな、もう凝り固まってしまっているんですよね。PC しか認めないみたいはない。人かな。PC、それが PC 版だからじゃなくて、原88作だ版からはみいたいつなよね。りダウンこタイれムがで全ての PC ルのーツ社だ長よのみたい方な。が感動した。それはそれ確でかにいいそうんかだけも。ど、PC ゲーマーから見だるとからアといっイコンて、とそうかね、PC エンジンが子供の優れ目ていをて引きずっも、て後きでた移こ植とされたが、ものは認それがめな子いみ供たいのな目をね。引きたるささ。それ私はは子話供がにではき見ないえなっない。て話ですよね。それはさすがにちょっと分かり合うのは無理じゃねえかと。まあでも、だからといって分かり合う必要もないのかなっていうのもある。それも押し付け合いになっちゃうからさ。でも FM 音源のね、パソコンのやつもすごいいいのもわかるし、PC エンジン版は、俺は最初にやったから好きなのかなっていうのもちょっとよくわかんないけどね。ちょっとよくわからんのだけど、でも最初今にやっ度た理も解のってしすようごいとするかぎさ、りどうしようも評な価く高なくるしちゃね。うことっそてあこるじは、ゃん。フロンティアのヒロイン片方は歌も声も同じよ。ああ、そうなの。歌見れるみたいな人じゃないこともあるんだ。へえ、昔セブンの時はね、あ、これ動かないのか。これ動かねえんだよ、これ。あかん。88、98版を数十万かけて遊んでるのに10万以下のマシンに変えられたらたまらんって感じもあるのかあな。るのかもしれない。そんなね、そんな子供のおもちゃだろうみたいな、なんだこれ。頭から生える玉が。また厄介なゲームが始まっちゃったの、これ。ちょ。どうすりゃいいんだ、これ。なんか投げちゃうんですけど。ああ、ダメだ。当時450万は当たり前だったからな。そうパだソよコン。な。パソコンはちょっとロックされてない。パソコンはもう40万、片30方は万平歌気で超えて姫たともん。両方一緒にしておいてほしかった。二人の歌姫ってのが良かったのに。ああ、そうなんだね。結構ロックかかってねえゲームがあるな、これ。よく見たらバリ高入れてたの、俺。なんか、一個固定してねえの結構あるんだけど。おいおい、なんでだ？固定されてないぞ。そんなことある？今日はもういっかな。でもあと5分だから別に5分やってもいいんだけどね。おい、なんか固定されてねえぞ。嘘だろう？なんダウンズだ。パト68派で血で血を洗う構想があったってクレイジーさんが言ってた。だが。もう、俺たちにはついていけねえ、あれだな。タウンズ版ってどうなんだろう。タウンズ版、俺の中でタウンズって言うとなんか PC エンジンのイメージがあるんだけロッど。クしたと思ったらロックしてなかった。
カンコレかな。なんじゃそりゃ。あ、そうそう、僕なんかね、あれ始めました。カセット入れた状態でやると中国のカンコレ。カセット、あー、なるほどね。カセット入れた状態だとロックされないの。おーい、マジでか。じゃあ全部じゃねえかよ。今度、じゃあ今度な。アズノアーノル、あれなんだっけ、アズノール、アズールレインか。アズールレイン、あ、レーンか。もう俺カンコレはね、僕を受け入れてくれなかったので、もう嫌がらせのようにあっちを始めました。僕をすんなり受け入れてくれました、アズールレーンは。カンコレは僕4回ぐらいチャレンジしたのにサーバーに入れませんでした。だから抽選に漏れたというか、もう向こうからどうぞこのアカウントを使ってくださいとお願いしますって言われるまで僕はカンコレは一生やりません。カンコレ風ならもう1個なかった。そうなんだ。カンコレマジなんかさ、サーバーに入るのが人が制限されてたりとか無理だよ。もうで俺あんなに平日で頑張ってやったのにさ、無理だよあれは。いやー、なんかでもゲーム性あるね、あれね、アズールレーンって。放送でやろうかな、嫌がらせのように。ちゃんとなんか銃、アナログスティックで敵の弾避けながら、みたいなゲームなんだよ。横スクロールシューティングみたいなゲームで。ああ、そう。だからその時だよね、俺全然、始めさせてくれなくてさ。だから、カンコレよりゲーム性あんのかなっていうのがちょっとわかんない。結局始めらんなかったから。あ、戦艦か。うん。戦艦少女。アズレンはソシャゲの中ではゲームしてるしいいと思う。ね、なんかすごいゲームだよね、あれね。動かせるのいいよね。そう。動い、アナログスティックみたいので、まあ左下のあれなのはタッチパッドなんだけど。で、あれで動かして、で、なんかこう、かなりゲーム性がある。ただやっぱ本体が熱々になるんで、ちょっとほんわかするんで。ね。僕はポケモン GO をやってたんだけど、ポケモン GO のせいで画面割ったんで、もうやりません。もうやりません。しばらくはやらん。アズールレインは気になってるんだよな。だから放送でやったら誰かやんのかなと思ったからさ、と思ったんだけど。サーバー空いてたな。もうだから最近は空いてんだろうけど、当時は本当にね、サーバーに制限かけて、アカウントすら作らせてくんなかったんだぜ。で、その抽選っていうのがなんかたまーにやるんだけど、もうそれに4回外れた段階で俺はもうお前たちが貸し寄りを持って、もうこれのアカウントでやってくださいって言ってくるまで俺は一生やらねえって決別しました。ダメだ、全部ダメだこれ。ポケモン GO はだって、なんか本体出したりしまったりとかするからさ。あれメインサーバーってどっか決められんのあれ。なんかよくわかんなかったから。今から始めるのはおすすめしないがな。マジでカンコレまでそんなことになっちゃったの？パズドラだけで結構だよ、もう。ツムツムなんてまだ良心的じゃんか。ただツムツムはもうツムツムの数が増えすぎてとんでもないことになってるけどね。育成つんのが超大変っていう。なんかもう被らなくなっちゃってんだよね。ダブらせて育成するのにダブらなくなっちゃった。あれはちょっと始めるの遅かったわ。その中から好きなサーバー選べるよ。選べるよね。最近新しいサーバー追加された。はいはいはい。カンコレだっけ最初。でもあれサーバーなんて関係なくないの、あれ。関係あんの？システムが追加されていって今から覚えるのは。か覚えきれてない。パズドラは本当に途中から遊戯王みたいになってきてもう無理って思ったけど。パズルゲームとしてはあんなに出来のいいものなかなかないじゃんって思ってたんだけど。あれはなぁ、ウェイ。あれはだから、テトリスぷよぷよに次ぐパズルゲームとしてはすごいありなんじゃないかなと思ってたけど、やりようがある、今後ね、やりようもあるし、と思ったら、とんでもない複雑なデッキを組まなきゃいけないゲームになっちゃって。同じ艦隊に入りたいとかあると、サーバー揃えないといけないんだ。ああ、そっかそっか、友達と一緒にやるみたいなのがあるのか、なるほどね。サーバーでアカウント合わせないとフレンドができないくらいしか弊害ないから。なるほど。ありがとう。そんなわけで、飯を食って、落ち着いたら、まあ8時ぐらいから探し枠ですね、多分。今日もよろしくお願いします。お疲れ様でした。パズドラはインフレしすぎたせいで、はい。
オツでした。その通り。オツでした。でもそう、あれしかないんだよね、やりようがね。お疲れ様です。わかるけど悲しいです。オツでした。お疲れ様でした。オツでした。どうどうどう。はい、結局やってもうた。ケツも痛いけど今日はでもそこまで痛くないな。